とうとうカジキ釣りかなんかに行くんですか。カジキ釣りじゃん。今日は女釣り行きますか。あ、女釣り行くんですか今日。楽しそうですね。釣れますか。じゃあ今日はあの物産の送別旅行で別府に行くということでよろしくお願いします。どうぞ。どうぞ。じゃあ向かいますか。もうすぐもう30分って感じですね。
けどするよね。どうですか、どうですか。あ、鉄筋って何。おい。おい。動物は奥っすよ。あ、奥。今これ左に来てるから。疑似動物園。あ、そういうことこれ。なんだ、置物。疑似動物園。音が怖い。これさ、あれ思い出さ、うん、ばあちゃんの部屋これ動画撮りたね。ちょっと俺、あの本物かのようにやってみようかなと思った。明日の朝食だ。うわうわ、ベロベロしてるな。腰なんて、腰なんて、腰なんて、腰なんて。おおおお、めっちゃ見てた。うん、よし。これすごいね。ドラゴンボールみたいな。さんの助手みたいな。カメラマン。いいこれ。それでは15分間の旅です。15分お得じゃないですか。700円。パパパパ生食いよった。手振ってパパ食いよったんやけど。すごいね。テムさんそこ買ってもらって。おい、なんかえ、ちょっと待って、揺れよって。もうバランス変わるけんね。バランス変わる。こっちが入れ替わって、高い方に上がっている。はーい。おい、おい、おパパパパパなんか知らんやつみたいな。パパ無視みたいな。他人ですよ、みたいな。ちらっとしとるよ、パパパパあの人たちダメや、あれ。パパおー、高え。あっけえね、これまだ行くからね、これ。あの、楽天地を後にします。次は、テムさん、どこ行くんですか。次は、高崎山です。行きましょう。ライン、ありがとうございます。高崎に着きました。高崎に着きました。もう、ご覧になります。これから、お猿さんに会いに行きますよ。
ス完璧です。完璧。すごいね。お、150キロ。違うか。あ、ちょっと肩かけてる、かけてる。300円でこんなみたいなんですけど、よかったですね。よかったですね。失礼します。